お前しかいない日だまりラジオを救え。私が本当にすまないと思う。真似する気あんのかな。オッケー、わかった。ポーポーピーポーバウアーだ。原稿を携帯の端末に送れ、今すぐだ。せーの、日だまりラジオ365。365、201号室から来ましたゆのやこのあさやかゆです。そして大家さんやらせていただいてます、沢城みゆきです。おお、ちょっと頑張っちゃった。合わせてやったよ。あ、すいません。大家さん、はい、沢城さん、お邪魔しますよ。どうも初めまして。あ、ははですよね。はですよね。ラジオ的にね。あ、ラジオ的にそうですね。ね、初めてお邪魔します。やっと来てくださいました。おうおう、実はもうみゆきさんがここにこのラジオにゲストで来るっていうのは、365が始まる時にもうディレクターさんが決めてたみたいです。なんと、ただ10ヶ月かかりましたね。あー、すごいな。10ヶ月はすごいな。9ヶ月かかってやっと登場です。満を持してですよ。本当、ひだまらたちが待望のゲストさんです。自信を持って。なくしてねえから、一度も。そっかそっか。で、呼び方なんですけど、はいはい、沢城すがいいですか、みゆきすがいいですか、それとも、あすみん風に沢城とかね。うん、うん、じゃあ、みゆきすでいいです。みゆきす。はい。ちょっとマツキス寄りな感じでね。やらしい。やらしい。やらしい。何が、私がなんか、そんな下心的な、なんか出てました。なんか出てました。なんで、おかしいな。さあ、そんなわけでですね、はい、JY のアスミスが今回 JY して沢城さんをお迎えいたしました。 JY っていうのは、あ、KY の仲間で女優ですか。じゃあ、ごめんなさい、聞いてなかった。いいんです、 KY の仲間で女優でもいいかと思ってきた、うんうん、時代を読む。知ってます。ふふって言った。時代を読む。時代を読む、ね、JY。 ああ、なるほど。 KY ではない、 JY ですね。なるほど。そうなんだ。私、今時の人ってことですね。ああ、自分で言った。だって時代を読むんでしょ。あ、そうです、その通りです、はい、ありがとう、時の人来てくれて。帰りたい。まだまだだよ、今始まったばっかりだよ。あのですね、はいはい、番組に来るメンツが、うん、最近ちょっといつも同じなので、その辺、ひだまりラジオを救ってください。お、頑張ります。救世主ってやつですか、メシアってやつですか。どうしようかな、どこまで持ち上げようかな。ちなみにいつものメンツっていうのは、はいはい、ミズハス、シンタス、コッキュース、マツキス、うん、ウメス、ショースです。翔さんが来てくださるんですか。そうなんですわ。翔さんは2度ほど、ね、うわー、いいな。そんなに長時間翔さんを捕まえられるなんて羨ましいぞ。そうなんですよ、うん、結構喋ってくださって。気使われたんですね、きっと。そんなことない。すいません、そんなことない。すいません。翔さんなんか、ひだまりラジオ365第1回で出てましたよね。すごい。そう、1月に。もう私もびっくりですわ。マジで。ひだまりスケッチって TBS 系列でアニメひだまりスケッチ365も絶賛放映中っつうか、終わったんじゃねこれ。終わってますよね。あ、そうだ、 TBS だともうそろそろ終わってます、うん、最終回ですね、うん、迎えた感じかな、うん、の漫画タイムキララキャラットでも大人気連載中のモンハンがいろんな意味で停滞している青木梅先生の漫画です。ユノッチとサエさんのツーショットが目印の3巻が絶賛発売中。これはミューキスは何冊持ってるのかな。4巻が待ちきれなくて3巻を何冊買っちゃったのかな。あ、すいません。そして今回は大家さんスペシャルでお送りします。おー、アスミカナスペース大家で検索したら21,800件引っかかりましたから、すごいね。まあ、私も半ば大家みたいなもんです。はは。なので大家さんスペシャルですよ。はは。
ゲストというかもうパーソナリティですので、うん、2人ともなのでコーナーも担当してくださいね。おうおう、よろしくお願いします。まあまあ自由にやってください自由なラジオですそんなわけで今回ひだまーぶるラジオ365も同時更新になってます。おひだまーぶるラジオというのをやっています。うん、やっていますっつってもまあ2回目なんですけど、うん、そうなんです。マーブルさんと一緒に私がなんかたわいないお話をたわいないあとマーブルさんの素敵な演奏が、あ、生演奏をしてるんです。スタジオの中で。そうです。すごい、それはすごい。すごいだろう。え、ギター弾いて。そうです、そうです、ギター弾いて歌って、お二人でやってもらって。それも聞いてね、アニメもクライマックスなので最後まで盛り上げていきたいと思います。お一通りお話しして、そこいらないね。いらなかった、うん、いらないね、結構お話しした、うん、そう、私ですね、ギャラクシーエンジェルに出ていた方とのラジオはまあ結構慣れてるので全然大丈夫です知らないよ私ギャラクシーエンジェル2でメルバ役をやってまして、うん、まあ T ラウンジの、お姉さん的なウェイトレスさんなんですけど、ウォルコット役のケイジ君とやってるラジオ番組、はい、うん、藤原でいいかなは絶賛配信中。私ちょっとこれねすごくね、はい、なんか嫌なの。何が嫌なの嫌なのときましたこのケイジさんを独り占めしてる感じが許せなくてなんか雑誌で見ても嫌だったし、なんかねちょ許せないんですよね、これすごい嫌がられてる、はい、すごい嫌な気分にさせてる、はいすいません、はい、そうなんです、2人でラジオやってるんですよ、はい、どうしてですか。あ、わかりません。いいだろう、羨ましいです。実は昨日私その収録をして、おうおう多分同じ日に配信かな、そっちも月1なんですけど、そう、アニコムラジオって言うんですけど、うんうん、アニプレックスさんのアニコムっていう冊子があって、うんうん、それのラジオなんですね。で、そのアニコムっていう雑誌がアニプレックスの作品を紹介してるんですけど、うんうん、その中に沢城さんの名前を見つけて、おうおう、ケイジ君が、うん、こいつはちょっと力抜いた方がいいって言ってこいつは真面目すぎるんだって言ってました。あまりにもなんかこう対外的な発言じゃなくて本当にスタジオで交わされている会話ですよね。打ち合わせ中です真面目すぎるって言ってましたよ。もう真面目はやったんで大丈夫ですってやり尽くしましたって伝えてください。あ、大丈夫です、わかりました、はい、じゃあ次回来月伝えておきます。うわ、会う方が早いなきっと。あ、そうか。そんなわけで、それでは30分ペルソナに運命を左右された兄弟たちの運命の歯車が今回り始める。ひどいな。ひだまりラジオ365、この番組はひだまり荘管理組合ランティスの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、しょーい。ひだまり宣伝担当の高橋優馬です。ひだまりスケッチ365オープニングテーマハテナではしょーい大好評発売中です。作ってるのはランティース。ひだまりスケッチ365エンディングテーママーブ流星レコード発売中です。ランティス。キラキラカーテンコールより第2文芸部のセカンドメジャーアルバムがついに登場、好評発売中。ロックンロールネバーダイ、ロックンロールは死なない。ランティス。ひだまりスケッチって美術の漫画なんですよね。うん、美術といえばですね、まあ沢城さん、みゆきなんですけど、ええ、あ、そこは認めるんですね。私でも沢城さんの絵を見たことありますけど、うん、絵かな、なんか、なんか見たことありますよ。なんか描いてました。なんか描いてました。それ世の中に載せてたものですか。いえ、違います。なんかサイン色紙とかにこうさらっと描いたやつかな。ああ、なんか見たことがあります。割とアーティスティックな絵を描きますよね。いや、それはきっと本人が自覚がない。ペロッと、まあ、出てるかもしれないけどね、なんかこうそういうオーラはね。アーティスティックな出ちゃってるかもしれない。時の人だから今日私時代読んじゃってるから時代読んじゃってるから出ちゃってるかもしれないけど、
そんなの、まあまあ私の方が没後100年で大変な値がつく絵を描ける才能は私の方がまああるとは思うんですけど。マジですか？没後ですか？まあ、まあ、まあゲストさんなんで立てますわ。はい、はい、お願いします。はあ、あ、まあこの質問恒例行事で皆さんにそういう感じで振ってるんですけど、まあ認めたり否定したり、うん、認める方が多いかもしれない。あ、そうなんだ。はい、なので立派なひだまらですよ、うん、よかったね。本当に困った笑顔を今回もこのオープニングから何回見たことか。この目の前にいますけれども。笑ってる笑ってる、はい、楽しいんだきっと。はい、こんな感じで、ポジティブ。私と、あのね、あの、みゆきさんってつい呼んじゃうんですけど、みゆきさんっていうのは確実に私、あの、井口ゆかちゃんの影響なんですよ。井口が、いつもみゆきさん、みゆきさんって言ってるので。井口さん言うね、私のことね。ね、そう。それの影響で私も、こう、合わないうちから、うん、みゆきさんっていう印象になってたみたいで。なので、みゆきさんやめます。やめんだ。早オープニングで決めたけど、やめます。はい、みゆきさん、やめてくださいよ。だって私の方がちっちゃいんですから。ちっちゃくない。なんか困ります、そういうの。困られてる。なんか困られたり嫌がられたり、私大変な大変な人物だ。困ります。そう、年齢的には、うんうん、私いつも会うたびに聞いてる気がするんですが、はい、23。はい、みゆきちゃん23なの。そう、それでいいんだよ。違うよ、なんか違うよ。なんでだよ。なんででしょうね、うん、絶対もう年上のイメージで、うん、その多分井口がいつも話してるのを聞いてたから、うん、先に聞いてたから、うん、全部がもう年上のイメージになっちゃってて、私ももう敬語で話すのが当たり前なんです。その言い切られても。だからいいじゃないですか、二、うん、人とも敬語で話しましょう。私たちの間にこう永遠に流れる敬語っていう壁がね、たまらないですね。大きな壁がある。大きな壁が、ね、でも割と絡んではいるんです。え、あれ。作品とかで日だまり以外に。え、何ですか。あー、あるね。あるある。今マジ思い出しですね。マジ思い出しだったよ。そうなんですわ。あるわ。さっき言ったあの運命の歯車が回るんですもん。運命の歯車もね。ね、あれなんか2人レギュラーで一緒でしたし、なんか席が離れちゃってるからね。なんかペルソナ隣です。まあ時々ね。あ、時々ね。はい、あとだからでもペルソナからじゃないですか。そう、やっとなんか、あー、ちょっと距離が。そう、私的にはずっとあすみかなに興味津々だったんですけど、どっちかっていうとあすみさんが、はい、あ、はぁ、みたいな。え、本当に。いや別に、みたいな。ちょっとこう常に肩が引き気味的な。そんなことないですよ。そんなこと、多分人見知ってただけですよ。そうですね、それは分かってたんですけど。なんだ、来ればいいのに。うん、あれ、そこは違うの。なんか、なんだろう、いるよね。なんかいるよね。まあ時間を置いたら仲良くなってくれるかなっていう人にはあまり近づかないようにしています。へえ、はい、じゃあそろそろやらしい。そろそろ。なんで私やらしい、やらしいとか初めて言われた。おかしいな。はい、そうなんです。そろそろね。だって守護キャラだって一緒ですよ。そうなんですよ。なんか私、うん、今んとこ一番お仕事一緒になるのが多い人かもしれないです。ここら辺の木、ここら辺の木っていうか、お仕事始めてから。本当に？かもしれない。だって一時期ラジオドラマ、ラジオドラマ？ラジオ C、違う、ドラマ CD とかでも一緒になってて。うん、そうだね。そのペルソナ、日だまり、守護キャラ。そうだね。とかで、週何回会ってんだっていう時があって。そうですね。なんかゲームでも、これ誰ですか、うん、って言ったら、それがアスミさんで。ああ、そう。またアスミさんだみたいな。そうなんですよ。そんなでしたわ。いやらしい。仲良し。仲良し。ねえ。はい。そう。でもなんか、ペルソナの時よくこう、たしなめられてた気がする。またそんな、あみあみの服着て、すぐ、ほどけるでしょ、みたいな。言ってない、言ってない。言ってましたよ。言ってました、私そんなこと。言ってました。あと、うん、すごい、あ、今日も履いてる。白い、あ、靴ね。パンプスのエナメルっぽいの着て、履いてきたら、絶対すぐ汚すでしょって言われて。勇気があるなと、勇気を賛辞したんですよ。私は買えないなと思って。言われて確かにって言った翌日に私その靴汚しましたから。全部見抜かれてる。全部言った通りになってる。
有知能力者が。大体未来のことうっすらわかるんですよね。昔から。なんか、シャバシロンが言うと本物っぽいからなぁ。あ、そうだ。忘れてました。何度でも呼んでくれ。はい。大家さんじゃないですか。はい。そう、大家さんなんですよ。はい。もう365になってから、毎回出てますよね。そうなんです。出番が増えるぞとは言われていて。そう。本当に増えて毎回。ありがたし。うん。毎回その、禁煙ネタでね。毎回禁煙できない。毎回できない。できなかったですね。できなかったです。一回スタジオの、ロビーのところで、私、わーって出てて、すいません。タバコ一本もらいますって言ったら、そうそう、スタジオさんタバコ吸うんですかって言ったら、違います、違います。そう、役作りっていうか、その、吸うシーンがね、喫煙するシーンが。喫煙シーンがね。あったので、その雰囲気をね、それなりにこう出すために、沢城さんは。毎回誰かから、タバコを一本いただいて。ただ、日だまりのレギュラーメンバーにあまりっていうかいないのかな。そうだね、タバコ吸う人がいないんだよね。いないので。調査も吸わないですよね。吸わないはずです。そうなんですよね。だから本当に、うちのマネージャー勢とか、本当に、まあ、他の事務所のマネージャー勢とか、ひどい時は亀山さんからもらってた時もあって、東京監督さんから。うわ、メンソールだみたいな。タバコがメンソールってどういうことみたいな。ああ。ね、仮にっていうか、一歩もらいに行ってましたね。そう、行ってましたね。ペンだと太すぎるし、やっぱ指だと微妙だし、っていうので、やっぱね、タバコのがいいなと思って、毎回もらってましたね。喫煙キャラって、やりますか割と。ね、こんなにちゃんと吸ってんのは多分初めてだと思います。ああ、まあね、実は若いですからね。なんで似合ってするの？実はって何と思って。だって、なんだろう。はい、でも、確かに、はいはい、その最初のイメージはもう完璧に私の中で年上だったんです。はい、初めの方、会った時もね。会った時もね。会った時もかなりもう年上イメージで接してたんですけど。おかしいだろう。でも、はい、会っていて、こんだけレギュラーをご一緒させていただいて、はい、なんかやっぱり、なんかちょっと表情があどけないと思って、たまに燃える。どう、ね、どうみゆきさん、どう疲れます。あ、すいません。こんな感じです。こんな感じでエンディングまでいきますよ。あ、わかりました。頑張ろう。よろしくお願いします。はい。さあ、お便りに行きたいんですけれども、お便りがね、この番組本当に多くて。なんかすごいですね。すごいんですわ、メールが。もう、友達の信者の数くらいいただきました。どういうこと？これわかります？わかりません。友達。うん。CM で今、かなりやってる。何？友達。なんだっけ、20世紀なんちゃらですよ。あー友達、信者。あ、私もよく知らない。わかったから、お便り行こう。そうなんです。たくさん来てるっていうことなんです。そうそう、相変わらずのご利益お便りもですね、来まくってます。うん。このラジオなんか縁起がいいらしいんです。うん。これ聞いてたら、大抵のものは受かるんです。マジで？すごいでしょ？そう、いろいろ、陸上大会優勝したよとか、国家試験合格したよ。あ、それもすごいね。大学院の研究室入ってよ。あら、偉いことだね。副キャプテンに就任したよとか。おそれは副キャプテン、そうか。副でいいならいいよかったね。よかった。ありがとうございます。じゃあ、1つ目いきます。はい。ラジオネーム、ラキカンさんからです。ありがとうございます。ます。イエス・アスミス。イエス・アスミス。サイシロさんも、せーの。イエス・アスミス。ありがとう。はい。流されてる。アスミさん、いらっしゃったらゲストさん、こんにちは。こんにちは。おー。生徒、先生、大集合と来たら、そろそろ、大家さんが来ているかな？お。大家さんでなかったらごめんなさい。大家さん大当たりじゃないですか。うん、大丈夫だよ。来てるね。大家さんの予想がですね、トータル5、60枚来てたらしいすごいな。すごいっすね。なんだろう、でも他の人が100枚来てて、私のが50枚だったら、それは当たってる感じはしないけど。まあ、比較対象がないけれども。でも何百通単位では来てはいますよね。全体のメールは。なるほどね。でも多いですよ、5、60枚。すごいね。予想当たってる。すごい。すごいな。ね。まあ、そろそろ来るだろうっていう予想もあったみたいなんですけど。悔しいな。裏切ってやりたかったぜ。来ないってことですか？そろそろ来てください。で、投稿が遅かったのか、抽選漏れか、とにかく送るのは2回目です。ほう。なんとなく気になったというか、参考にさせてもらいたいので、教えてください。収録は配信の何日前ですか？つまり、いつまでに送れば、アスミさんの目に入るのかがわからないのです。
ちなみに前回は自分でも投稿が遅かった気がしていますということです。ふんふん、割と 2,3 日前だよ。ギリギリ。そんなもんじゃないですか。ネットラジオそのくらいのも、お、あれ、そんなことない、そんなことないらしい。割とギリギリなタイプの番組こちらが。でもメールだとね、メールが導入されてからなんか随分変わりましたよね、うん、きっと締め切りがね。おはがきじゃなくてね。そう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 。そうですよね。メールだとそのディレクターさんがパソコンで出すタイミングですもん ね。うんうん、大丈夫だよ。1週間前だったらもう確実に大丈夫ですよね。うんうん、オッケーらしいです。なのでそのくらいメドに、うんうん、ちなみに今日は1週間前、今日が19日か。言っていいんだ。19日金曜日なんで1週間前です。うん、うん、ね、うん、そうなんです。だからまあまあゆるりと送ってください。毎日いつ送ってれば間に合うんじゃない。どういうことね。次のお便り、はい。次がラジオネームもとこ少佐さんからです。ありがとうございます。アスミさん、イエスアスミス、イエスアスミス。ごめんなさい、遅れちゃった。あーって言った。これみんな言ってくるんです。すべては松木さんのせい。あ、なんかね、うん、さっき聞きましたわ。そうですよ、イエスアスミス。アスミさんはよく酔ってると聞かれることが多いですが、いつもいいえと答えていますよね。もし本当にお酒を飲んでいないとしたら、それは脳内麻薬の分泌量が非常に多いのかもしれません。そのような人は歴史的偉業を成し得ることが多いそうですよ。例を挙げるとマハトマガンジーなどがそうらしいです。というわけでアスミさんも頑張ってください。なしということです。私ガンジー。殺される。いろんなところから怒られる。この人めんどくさい。あや。ガンジーね。ガンジー。てか酔ってるって聞かれてるところを私知らないのだけれど、はい、あ、ラジオだと割とこんな感じなので。あ、そうなんです。なるほどね。今この私の目の前で行われている受賞が、はい、あたかも酒を飲んでいるんじゃねえかとみんなが問うわけですね。そうです。あなたに。そうなんです。すごい、物分かりがいい。さすが23歳。なるほど。そう、なんかシラフですかって聞かれるんですわ。あ、ラジオのこのノリだとね。なるほどね。そう、私もそう思う。でも酔ってないよ。飲んでないよ。さすがに仕事前には飲まないかな。あれ、お酒飲む方ですっけ。お酒は飲みますけど飲みません。そんな、うわ、ビール飲みたいぜ、乾杯みたいなのはない。ないですね。まずビールが飲めないですね。あ、へー。そう、いや、飲んでも 2,3 杯ぐらいかな。うん、普通だね。はい。でも飲んでも喋りもしません、特に。あラジオだけなんだぞ。そう、私ガンジー。ガンジーって、あの、はい、社会の教科書に載ってる写真、ガンジーって感じですよね。ちょっと待ってください。もう、どうしよう。これ、付き合うの大変だけど、ねえねえ、思い出して、思い出して、ガンジーってなってません？顔がですか？なんか、表情が。ありますよね。あの、ガンジーといえば誰もが思い出す、あの写真。あの、茶色いみたいな、黒いみたいなのですよね。あの、あばらがべきってなってるやつですよね。ガンジーってなって。顔そんなだっけかな。そんなんです、そんなんです。そんなもんです、大抵。ガンジーって何の人でしたっけ？なんか、お坊さん？そう。そうですよね。そう、修行僧だね。修行僧？ずっと修行してるの？ずっと修行してたと思いますよ。それはそれは。そうは、みんなずっと修行してるもの？いや、彼は特別修行してたと思いますよ。ああ、そう。長い間。ガンジーってな。ガンジー。知らねえ。次のお便り。ガンジー。あ、G？ G の G は G さんじゃないよ。なんか、表情が、口元がね。わかってますよ。微笑ん。微笑んでたかな。あれ、私のイメージ。イメージじゃないですか。感じイメージ。ちょっと確かめてみよう。以上。あ、お便り以上だそうです。喋りすぎだって。本当だね。すいません。たくさんもらったのに2通でした。あら、すいませんでした。ありがとう。とりあえず読むよ。頑張るよ。うん。ひだまりファンの方はもちろん、アニメで知った人、今ラジオを聞いて知った人、お便り、まああんまり読まれないかもしれないけど、待ってるよ。ひだまりラジオ365。ひだまり美術館365。ひだまり美術館の世界にようこそ。私がこれなんて言ったらいい？館長の、館長の、なんでもいいです。館長の沢城で。沢城です。
アスミンなので、沢井城です。沢井です。仲間仲間。ここでは名作と呼ばれる数々の美術作品を珠玉の365点に限り紹介していきたいと思います、うん、名曲の調べに乗せて今日も紹介してまいりましょう。では行きます。お願いします。ですね、ラジオネームスニージーさんからいただきました。名画森の熊さん。多くの日本人に親しまれている名画、森の中で熊に遭遇するというかなり致命的な状況が割と朗らかに描かれている。本当だ。結局なぜ熊がお嬢さんお逃げなさいと言ったかについては多くの人が自分なりに脳内保管している。ちなみにですね、歌を聴いていくと、はい、わざわざ追いかけて落としたイヤリングを拾ってくれた熊と主人公が最後は一緒に踊るというヘンテコなストーリーだということがわかる。そうだ、言われてみれば。あれでもあれって結局そのなんだろう、世の中的に怖いって言われてた熊だけれども、はい、実はちゃんと会ってみたらいい人だったよっていうストーリーじゃなかったでしたっけ。あ、そういうこと。なんかクマがこう怖いっていう概念があるだけで、うんうん、そのクマが怖いわけじゃないですよね、あれ。ああ、違ったかな。そっか、うん、でもそういうことですよね、うん、クマ、そっか、最初怖くてなんかみたいな。あれ、そう、最初ガオって言ったとかはないじゃないですか。クマさん、でもなんで踊ったイヤリング落としだから拾ってくれたんだ。拾ってくれて、あら、クマさんありがとうって言ってお礼に踊りましょうと女の子が言っちゃうんだ、うん、ああ、女の子がおかしいんだ。女の子次いきますね。はい、ラジオネーム合衆国日本ポンさんからいただきました。ありがとうございます。名画せいぜい頑張ってください。とある有名作家による衝撃的な作品、世界的な祭典に際して選手にかけられた最大の賛辞であると伝えられている。この作品の登場に民は衝撃を受けた。また同作者晩年の作品に私はあなたとは違うんですがある。本人は客観的に作品を描いたと述べた。はい、これご存知ですよね。オフコース。オフコースご存知。オフコースご存知です。私もオフコースご存知。これは、はい、ね、なんていうか発言の難しさというか難しいですね。ねえ、そうかそうか、なんだろうな、なんかちょっと同情してしまう作品ですね。そう、そうだね。こういうこともあると思って。そうだね、うん、あとどうしてもこう切られてるからさ、そこだけ。そう、そうなんですよ。全部わかんないんだよね。そうなんです。にしてもちょっと笑えてくる。そうだね。ね。まあでもだからぜひこの作品2点だけではなく、はい、その前後の、前後の ね、作品もね、経過もぜひ見たいもんですかね。はい。あるよ、そういうことあるよ。ラジオでも結構あるよ。あるね。ありますよ、テレビとかもっと多いです。誤解されることね。あるね。そうだね。面白いね。もう一度いきますね。はい。ラジオネームブラボーさんからいただきました。はい。名画、あなたの愛は本物ですか。作者第2回全国総合アニメ文化知識検定試験さんです。主に東京 MX 他の CM 枠にて展覧されている名画、美しいモデルの女性が人の愛を試し自分の愛は本物だという様とハイテンションな男性が描かれている。作者や描かれているモデルの女性が事前に展覧を予告しなかったためにモデルの女性の不安や知らなかった関係者などが驚きのあまり発狂したりお茶を紛失するなどの被害をもたらした。また作者のホームページには、はい、姉妹作の愛しているなら受けてみてが展覧されている。おー、おー、これよくご存知です。合ってた言い方、ちょっと愛しているなら受けてみてって言ってみろよ。愛しているなら受けてみて。もっとちゃんと仕事してたでしょ、ね、そうなんです、うん、仕事したんです私。仕事したのか。仕事したんです。これアスミン出てるんだけど、うん、出てたね。美しいモデルのアスミンが出てたね。 CM 顔出しですわ、うん、顔出しです、ね、なかなかないですわこれ。ないですわね。でも一応ね、事務所から言われたらね、うん、まあ、まだ移籍1年目だし赤裸々に言うな理由を。だってそんなのちょっとこうなんかね、うん、気が引けるんじゃないですか。あ、ダメですっていうことにね。ちょっとそんなの私できませんわって思うじゃないですか、うん、はい、顔出し CM やれって言われても、はい、でも一応お仕事来たしと思って、お仕事と思って。おっとな。あのね、はい、手首の角度とか教えてもらいながら、なんとこの方が可愛いよっていう。私そういうポーズとかも本当に苦手なんで、はは、
こういう感じでこういうのが可愛いよとか言われながら、あ、なるほど、わかりました。ちょっと視覚媒体じゃないのがすごく残念なんですけれども。そうなんですわ、うん、頑張った、アスミン頑張った。頑張ったね。そう、あれね、そう、告知ね、お知らせしようとは思ってたんですけど、うん、なぜしなかったですか。なんかね、こういう感じで、あの事務所になんだろう、できた映像が届いて、それ見といたからって事務所の人に言われて、うん、時間がないからちょっとこっちで見といたからって言われて、あ、そうですか、どうもどうもみたいな話で、問題なかったから OK 出しときましたって言われて、うんうん、あ、はいって、じゃあそろそろ告知とかしていいんですかねって言って、うん、あ、じゃあ確認してみるわって言ったその日に CM が流れて、すごいキンキンでやってたんですね。私も衝撃ですよ。テレビ、その私が出演してる赤霊っていうのがあるんですけど、はいはい、赤霊の枠で初めて流れたっぽくって。びっくりするね、それはね。って思うね、自分出てるとね。自分びっくりですよ。そう、そんな戦いきさつがあるんだぞ。みんなアニメ検定受けてみて。ありがとうございます。どうもどうも。こんな感じで、このように皆さんも知っている、名作美術品トップ365作品の名前を私に教えてください、作者名や作品背景も知っている人は送ってくれてもいいですよ。大抵知ってますけど。以上、いだまり美術館×365のコーナーでした。ヨズカニューシングル「モーニングシュガーレイズ」発売中。ランティス。皆さんこんにちは、橋本美由紀です。ついに私の3枚目のベストアルバム「ブリリアントモーメント」が発売されました。もう聴いてくださいましたか。まだの方はぜひぜひ聴いてくださいね。ランティス。日だまり荘の自由人。ゆうのちゃんたちが住んでいる日だまり荘には自由な住人がたくさん住んでいます。そんな皆さんの周りの自由で日だまりの人たち紹介するからなんです。ちょっと南米的な。南米っぽかですか。南米的だね。ちなみにみゆきさんの周りには自由な人とかいたりしますか。あー、目の前にして自由ですよね。みんなそう言います？よく言われます。みんなやっぱり？はい。いや、あの、自由って感じはしないんだけど、おスタジオではね、別に。あ、アフレコ。アフレコではね。まあまあまあ、そうでしょうよ。それは何？まあそうでしょうよ。何は？対ラジオ専用アスミスです。あ、そうなんだ。すげえ、ちゃんと仕事してんだね。あ、そう、私仕事してる。素晴らしい。それだけでなんかやっていけそうです、私、アスミさんと。プライベートで何があったの。あれあれなんか、あ、よかったのかな、うん、よかった。じゃあですね、はい、早速、その自由な人たちをご紹介していきたいと思います。はいはい、まず1通目は、ラジオネーム、ミコヤンとグレービッチさんからです。前回の、ヒゲを剃りながら自転車に乗っているおじさんを聞いて、すごいな、そういう人がいたんですよ。そう、しかもなんか T 字っぽい感じの、そういうことだったらしい。天気じゃないのね。そうなんです。を聞いて同じような人を思い出しました。僕は電車で通学してるんですが、ある日ブイーンという音が聞こえてきたので、はい、そっちを見てみると電動ヒゲ剃りでヒゲを剃ってるおじさんが、うん、周りへの配慮なのかコンビニの袋で周りを覆って剃っていました。一緒に乗っていた友人と電車の中でヒゲを剃るとかなんぞそれとか話していると、ヒゲを剃り終わったらしくきちんと袋の口を閉めた後電車を降りていきました。が、せっかく口を閉めた袋は座席に置いたまま、友人と笑いながら見ていると車掌さんが慌ててやってきて、ヒゲの入った袋をまるで爆発物が入ってるかのように厳重に梱包していました。テロ警戒でしょうか。今でもたまに見かけますが、ヒゲ剃りをしているのはその1回だけでした。慌ててたんでしょうか、ということです。
相当慌ててたんだね。かなり絶対にその電車の中でひげを剃らないと間に合わなかった。そこしかねえっていう感じだったんだね。ね一回限りだったらそうかもしれない。毎日の習慣じゃないってことですもんね。ではないっぽいです。その自転車の方は毎日の習慣っぽかったです。マジですか、はい、え、そのシェーバー的なこう、なんだろう、泡がついている状態で T 字で剃ってるってことですか。どうだったんでしたっけ。あれ、そうだったかな。いや、いや、なかった、なかった。確かなかったです。ただ、ヒゲを。危ないよ、ね。危ないですね。彼なりのチャレンジだったんでしょうかね。日々カルマを積むかのようにヒゲ剃ってるってことですよね。修行僧だ。修行僧だよ。ガンジーだよ。ガンジーだ。ガンジーに失礼。お前が言ったんだろうが。みゆきさん、やめてください、そういう発言は。じゃあ、次の自由に行きますね。次がラジオネームいいえ知りますんさんからです。3年前の秋に行った県境のキャンプ場での話をします。キャンプシーズンということもあり、いくつかのテントが点在する中、友人が見つけた異彩を放つテントが一つ、うん、UFO ハンターそう記されたテントの中から作業着風の男が一人、見えないオーラで僕たちを威圧しているのか、彼の周りには誰も近寄れない。そう、我々は出会ってしまった。この男、本物だ。少し日に焼けたハンターの文字が、狩人の哀愁と誇りを感じさせてくれる。きっとそこには FBI や八尾純一が入り乱れたドラマあるのだろう。しかし、それ以上真実に近づく勇気がなかった僕らは、込み上げてくる笑みを抑えながら、そっとジャガイモの皮を剥き始めた。楽しいキャンプが今、始まる。ということです。そうか。UFO ハンター。ずっといるのかしら、夏の間中。UFO ハンター。うん。UFO ハンター、ハントしなきゃいけないから。UFO ハントってちょっとなんか突っ込みたいですよね。ハントってその、実質的にハントしないまでも、UFO ってハンターじゃないっすよね、なんか。そうですね、うん。ハントするものじゃない。ウォッチャー、違うな。なんで言ったらいい。でも、ハントする気でいるんじゃないですか、その UFO ハンターは。マジで、すげえな。もうそれこそなんか槍でも。槍でも。UFO ハンターか。投げるか。作業着着なきゃいけないんですね、UFO ハントするときは。ってことは会社の人なのかな。UFO ハンター会社。うん。ああ、の一人、うん。いろんなとこでテントを建てて。そうそうそう。日本のみならずね。利益は？利益はどこから出ている？利益はきっとこう、言えないところから出てるんじゃないですか。ああ、裏業界から。うん、すげえ、いるんだ。ないなあ、そんな不思議なこと。ねえ、なかなか。あ、でも私、前もこの番組で言ったかもなんですけど、うん、事務所の近くでアルミホイルを全身にまとっている人は見たことあります。全身アルミホイルでもうピカピカしてるんです。へー、そう。でもそれも UFO 関係っぽくないですか。わかんないけど。いいよいいよ、そのカテゴリーに入れてもいいよ。わかんないけど。へー、まあまあ近づかない方がいいよ。ざっくり言ったな。大丈夫だよ、 UFO ハントするまでほっといたらいいよ。ざっくり言うな。ハントしたらきっとなんかニュースになるからね。そうだ ね、きっとわかるよね。その時に知ればいいよ、あ、本物だったんだって。さあ、3番目の自由人。はい。ラジオネーム、出がらしさんからです。近所のスーパーの前に出没するチョコおばさんを紹介します。うん。そのおばさんは、毎日夕方4時頃に現れ、男性のお尻をなでなでするのが日課となっています。お尻を素直に触らせた男性には、買い物袋から取り出した板チョコ、かっこ開封済みを一かけらプレゼント。危ない。ギブアンドテイクとはこのことですね。ちなみに僕は6回触られています。もうすぐ板チョコ1枚分です。やったねっていうことです。はぁ、あ、笑えないから。これは、まあ、まあ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 、人の受け取り方によっては、もう犯罪ですよ。そうだね。あの、なんだろう、はい、チョコは彼女が、なんだろう、受け取るのかしらみんな。いや、いいっすよってなるのかしら。どうなんでしょうね。触って、じゃあこれどうぞって言われて、うん、どうですかね、受け取りますか。受け取りがたしではあるけれど、でもそのおばさんのノリによっては流れで受け取りそうですよね。まあまあ、もうこれはもはやテンションのなせる技というか、ね、どっちが空気を握っているかによりますね、うんうん、そっか、これ怒らないのかな男性は。なんかみんなそのあれですよね、それで OK っていう空気ってことなんですかね。あまりの出来事に流されやすそうな男性をおばさんももしかしたら選んでるのかもしれない。
この出がらしさんは6回も、もう触られてるということは、ね、かなり、その、ささっと来てるのかしら。どうなんでしょうね。6回もあると、さすがにね、警戒しそうですよね。うん、でもまあ、こう、軽いノリで、はい、どうも、はい、どうぞ、って。じゃねって。すごいわ。すごいわ。すごいわ。そのノリ、見習いましょう。どうぞ。やめときます。どうぞ。それはちょっと、私もまだこの業界にいたいので。なるほど。はい。もうちょっとお仕事してたいので、やめときます。そっか。チョコは、チョコ、なんでしょうね。どういうチョコなんでしょうね。何チョコなのかしらね。いたチョコ。でもそのチョコ変わったら私もらっちゃうな。変わったら？うん。なんか、明治だったのに。はいはい。あ、今日はロッテだって思っちゃったら、思わず、なんかその、うん。そこのね、気持ちを組んじゃうよ。そうですね。おばさんも、それなりに選び、そう。選びながら。今日来たよとかさ。今日ホワイトかよとか思ったら。一応みたいな。そうそうそう。ああ。思わずね。そうかも。それはちょっと面白くなっちゃうかもしれない。いろんな住人がいるんですね。日本にはね。そんな感じで、皆さんの周りの個性あふれる日だまりな人たち。そう、日だまりな人たちを教えてください。なんだか心がほんわかするね。日本って平和な国だね。日だまり層の住人でした。日だまりラジオ365。10日発売、ロックンロールネバーダイ。ロックンロールは死なない。ランティス。光になりたい。悲しみを照らす一筋の夜明け前に消えてしまうけど。千原みのり、ニューシングル雨上がりの花よ酒発売中。ランティス。三里由紀サードアルバム Here I Am 発売中。メロヘッド。さあ、あっという間にエンディングが来ました。はあ、今何のため息ですか。ごめんなさい。安堵っていう感じが。やりきった感とか失踪した感がね。そう、一緒に走ってくれてありがとう。ポジティブ。さあ、言うまでもなく梅先生がいませんので。残念。屋根の上の梅須とラウンジの音のコーナー、今回もお休みでございます。うん、梅先生ね、本当に忙しい今。そうなんだ。今かなり追い込まれてます。あいやまあこの前松木さんの、うん、あのライブがありまして、うん、それに行った時は梅先生もいたんです。いいの。上がるの、いろんなもの。そう、行った帰りにあの駅に向かって歩きながら、うん、忘れてたってつぶやいてました。なんか危険なものをね、忘れてたんだね。危険を思い出したみたいで。本当にお忙しい。頑張ってね、ウエス。頑張ってください。さあ、ラウンジノートのコーナーはですね、本当にもうそろそろ本当にもうやりたいとは常々思ってるんです。ただまあ今回も仕方なくお休みでございます。もうちょっと待っててね。一回はやるから待っててね。というわけで、皆さんからお便り大募集中です。いろいろ日だまりなこと書いて送ってね。各コーナーまでたくさんのお便りをお待ちしております。みゆきさんは GA ラジオにもゲスト出演するということで楽しみですね、うん、って台本に書いてあります。そうだ、なんか近々お邪魔するようで。ギャラクシーエンジェルの。ギャラクシーエンジェルの久しぶりだよ。おー、そうなんですか。うん、私先に僭越ながらメルバで。なんか無性に悔しいわ。その気持ちは私もすごくわかります。なぜ私が出たのか、いまだに不思議です。そんなことない。うわ、おかしいですよ。明らかにメイン以外で一人だけ出てますからね。いいじゃない。おかしい、だって望まれたんですから。おかしい。そこで日だまりのラジオの宣伝をして帰る。不思議なことをしましたよ。万全です。そうです。さあ、みゆきさん、はい、今日は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ
まあ今度飲みに行きましょうよ。あのたまに私に繋がると思うんで。そうそう、あのメルアドをですねこの前教えてもらったんですよ。結構まあ会ってから結構経ってから、はい、この前そのお芝居をね見に行かせていただいて、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。そのお芝居をいつ見に行きますって連絡をするために、うんうん、あそうだ、そうそう、あ教えてくださいって話になって、うん、お互い交換したんですけど、そのメアドがね、なんかみゆきさんのアドレスというか、たまに何5回かに1回みゆきさんにつながるアドレスを私は教えてもらえたらしいです。でたまにつながるからそう、うん、最低他の人につながる。そう誰っていう。そんな不思議な異次元交換につながってるメアドを教えてもらったんだよ。はい、はい、ね、今度またね、まあまあディズニーでも行きましょう。絶対でも1回連れて行きたい。なんで？だって楽しいんですって。大丈夫、それなりに楽しめます、うん、雰囲気は。別に嫌いとか言ってない。大丈夫、みゆきさんもきっと楽しいから。耳とかつけてるやつ許せねえとか思ってるみたいな。その基本のスタートやめてくれません？ねえ、ものすごい私肯定派ですから。本当に、うん、行きましょうね。うん、りょうこさん大好きだから。そうそう、でもね、なんかすごい久しぶりに行きたくて、最近りょうこさんにディズニーランド一緒に行ってくださいってメールしようかなと思ったところなんです。おお、うん、喜んできっと行きますよ。本当かな。じゃあでもあすみんからもまたメールします。じゃありょうこさんに聞いてみます。ああありょうこさんに。あれおかしいな。というわけでやっと来てくれました大家さんでございました。ありがとうございました。お相手はゆな役のあすみかなと大家さん役の沢城みゆきでした。バイバイ。ってどういうこと？ひだまりラジオ365、この番組はひだまり総管理組合ランティスの提供でお送りいたしました。ではまた来月つかってね。あ、そうだ、あのそういえばですね、10月にひだまりラジオ CD366 が発売されることは皆さんご存知でしょうか？おお、なんと。そうなんですよ、ラジオ CD が3弾目、うん、第3弾が出るんですわ。おお、そう、これ全部新録？新録です。へぇ、新録で多分またみんなで撮るのかな、よく知りません。うん。これからなんで。そうなんです。今回のラジオ CD はまた第3弾ということで、すごいです。何が大？かなりすごいですよ。1、パネルクイズ、スケッチ365。2、ひだまり荘からこんにちは。3、チャレンジ企画、目読スケッチ。4、松木さん、吉野家地蔵化計画。5、ひだまりラジオ365オーディオコメンタリーとなってます。なんだろうね、この全部聴覚媒体を、ね、挑戦してる感じがいいよね。そう、耳だけなのに、うん、ある意味5番はね、その聴覚媒体にまた別な意味で挑戦してるよね。そうですね、会話音会話になるってことだもんね。さらにさらに、いいなこのオーディオコメンタリー。ラジオのオーディオコメンタリーですからね、うん、と言いましたが、今言ったうちの4つが嘘。みんなも正しいものを見分ける目養っていこう。ひだまりラジオ365、来月も忘れないでね。バイバイ。ひどい。